もっと早くレザークラフトやっとけばよかった。楽しい。うちの母さんアホだからさ、思いつきで何でもやっちゃうし、父さんも父さんでなんだかフラフラしてるしさ、で困った親なわけですよ。ただ皮を切って穴を開けてそれを縫えばいいとでも思ってるんですか。私先生ついてる。なんで。あの人の作品はすごい。何より革細工に関して詳しすぎる。みんな行き急ぎすぎなんですよ。マユさ、彼氏とかいんのかお前。私一生母さんの心配し続けなきゃいけないの。大丈夫だから。だって45年生きてんだもん。よいしょ。